感謝してます。感謝してます。感謝してます。はい、ひとりさんファンクラブ出身オフィス内ウッチーです。感謝してます。今週もよろしくお願いします。11月11日ポッキーの日、今日もいい日だ、絶好調、元気に目覚められて幸せ、元気なお体さんあって幸せ、お話できるお声があって幸せ、皆様とご一緒できることが幸せでーす。ちょっと噛んじゃった。はい、ということで昨日はですね、私斉藤ひとりみっちゃん先生対講演会に、4人会講演会に参加させていただきました。とても最高な、会でした。温かくてとても素敵でした。ありがとうございます。はい、島村千恵子先生、竹島誠先生、佐久村光範先生、大河原優子先生、皆様どのお話もどの先生のお話もとっても素晴らしかったです。ありがとうございました。はい。そして、私はついてることに参加させていただいたプラスで、ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。パチパチパチ。それだけででもね、お声がかかっただけでも、とっても嬉しかったんですけども、ちょうどそのお手伝いできる喜びを感じながら、ちょうどね、誠先生が、お話をしてくださった時に、働くっていうお話があったんですね。で、働くっていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、旗が楽になる。ね。自分がすることで、自分もだし、周りの方も楽になるよってお話だったんですけど、僕が今まで思ってたのは、まあ、お仕事をして、することが働くだと思ってたんですけどもね、昨日の誠先生のお話を聞いて、働くっていうのは、お仕事をしてる以外のことでも、例えば遊びに行った時とか、何かお仕事以外のことで過ごしている時間のことで時で実、うん、お仕事以外の時に過ごしている時間で自分がすることで周りの人が楽になったりとか、これをちょっとお手伝いすることかとか、あとは観音参りでね、こう喜ばれるとか、まあ、配信することもそうだと思うんですけども、そうすることで周りに喜ばれたり楽になる、こういうことも働くんだっていうのに改めて気づけて、あ、そっか、ということは僕も今日ちょっとですがお手伝いさせていただけることで、あ、すごいなんか旗が楽になってるのかなっていうのを感じれて、とってもとっても嬉しかったです。しかもですね、この働ける喜びとともに、その、お手伝いをいただいたこの席がね、すごい超プレミア席というか、僕は主にビデオ撮影のお手伝いをさせていただいたんですけども、もう本当に先生の真正面で、こう、見ることができて、もう本当に超特等席で見させていただきました。ついてる、感謝してます。ついてる、ついてる。でね、やっぱり先生とも直接お話できたりとか、あと今までこのみっちゃん先生対講演会でお話をしてくださった先生たちもいらっしゃって、直接ね、そのおかげさまで気づけたこととか、あ、なんかお礼を言いたいなって思ってたことがご本人様に直接お伝えとかもできたりして、とってもとってもありがたかったです。嬉しかったです。でね、本当にこれから魂さんに昨日の先生の話って刻まれて、これからじわじわーっと思い出していくことかなと思うので、本当にどれも素晴らしかったのは間違いないんですけども、ふっとした時に、あ、この先生が言ってたひとりさんの教えを実践したことだとか、これから浮かんでくるんだろうなっていうね、この、その当日が終わった楽しみも、あることが、またね、ちょっとワクワクしております。本当に、このみっちゃん先生隊の皆様、はじめ、ひとりさん、みっちゃん先生、そしてね、花井社長も、こう、見守ってくださったりとかで、本当に本当に、ひとりさん隊の皆様に感謝いたしまーす。はい。はい。そしてね、同じ日ではね、昨日は、おととい昨日は、達也部長の講演会が2連チャンあって、山下金見城主さんが主催の、神奈川横浜講演会、僕の地元です。嬉しい。で、10日は、千葉県の松戸、岡村祐樹さん、初主催。両日ともね、大成功、大盛況でございました。おめでとうございまーす。万歳、万歳、万歳、よっしゃー。ということでね、昨日は関東を中心に、ますます、日本中でひとりさん波動で盛り上がった日となりました。そして、今日は皆様ともご一緒、和顔愛語、上機嫌で、今日も一歩一歩、
楽しく進んでいきたいと思います。本日のお話は以上です。ご清聴ありがとうございました。感謝してます。楽しんでいきましょう。おー、わがん、あいごジャンボでは、では引き続きひとりさんの言霊祭りへと続きます。で、ここ切ります。